最初の殺人が起きた時、私は内心これが全て芝居である可能性を考えたの。南條先生には悪いけど、実は南條先生のグルで使用人たちが死んだということにして、何かお父様が懲りに凝った大芝居を打った可能性もあると思った。だって彼らの密室状況は彼らの自作自演を想定しない限り生み出せないのだもの。僕たちもそれを疑いました。いえ、今もそうであってほしいと信じています。申し訳ない、それはありません。私も老いぼれです。誤信もあるかもしれない。しかし生き死にを間違えるようなことは絶対にない。分かってるよ。わざわざそれを口に出すなよ南條先生。すみません。何者かが潜んでいて、メリに練った犯行を実行したと考える方が自然だろうが、つまり台風が来て外界と途絶された時点で18人以上の人間がいたんだ。となると少しは辻褄が合うのかしら。つまり隠れ潜んでいる何者かは本来は今島にいるはずのない人物にもかかわらず、ローザさんが油断するような顔見知りの人物である可能性よ。それは例えばこの2日間のシフトに当たっていない使用人などですか。うん、それを言われると弱いな。我々は勤務を終えた彼らが離島するのを切符切りのように確認しているわけではない。数日前のシフトの使用人が離島したふりをして島内に留まっていたかもしれないと仮定した。否定するのは難しいね。ローザさんもアホちゃうと思うで、いるはずのない使用人がひょっこり姿を現したら普通は警戒バリバリや。顔見知りの犯行と決めつけるのもどうかと思うわ。暗がりから突然ローザが襲われて銃を奪われそうになった。そしたらローザが転んで柵に頭を打ち動かなくなった。ゲストハウスが近かったので銃声を嫌い素手でマリアちゃんを殺したとか。そういう可能性もあるな。ただそうだとしてもだ、現場にわざわざローザの銃を残していくだろうか。犯人が何を武装しているか知らねえが、こちらの銃は不安要素のはずだ。その一丁をあびけるチャンスだったはずだぜ。なぜわざわざ現場に残したんだ。私は初めその銃を罠だと思ったの。チェス盤思考だとそうなる。わざわざ残した以上私たちの誰かに手に取らせたい、そして引き金を引かせたいに違いない。てっきり暴発して大怪我を負わせるような危険な仕掛けがされてるに違いないと思ってた。でも現に大丈夫や。おそらく犯人も焦っとったんとちゃうか。今頃銃を奪うチャンスを逃したことを後悔しとるに決まっとるで。なんだか不愉快だ。銃なんか怖くもないっていう魔女のメッセージみたいにムカつくさ。しかしいずれにせよ恐ろしい相手ですね。ローザさんが銃を持っていることは傍目にも分かったはず。にもかかわらず襲いかかると銃を恐れないという点を私たちは軽視するべきではありません。夏日の言う通りだ。これまで以上に用心すべきだ。念のためなんだけど、ローザさんたちが外に出たと思われる頃みんなはどこにいたのかしら。私と夏日、そしてルドルフとキリエさんはここで一緒だった。私がアリバイを保証する。わしとエヴァも一緒だったで。わしが保証するわ。俺とジョージの兄貴ジェシカも一緒だったぜ。ローザおばさんに2階へ戻ってろと怒鳴られ、すごすごといとこ部屋へ引き返したぞ。あの時マリアを生かせなければ。それを言ってももうどうしようもないよ。南條先生は
私は2階の部屋で本を読んでおりました。一人でおりましたので誰にもアリバイは証明できませんが、子供たちと一緒に2階へ戻ったのは皆さんも見ているはずです。これを言い出したらキリがないが、窓から飛び降りてローザを襲って、雨どいでもよじ登ってまた戻ってきたとかな。めっそうもない。この老体に2階から飛び降りたりよじ登ったりなどというゲートをできるわけもありません。やめましょう、互いを疑うのは。それよりも互いを信頼し合って、子供たちのためにもここの安全を死守することの方が先決です。そうだな、夏日さんの言う通りだ。今は内部を疑い合うのをやめよう。そうね、犯人探しなんて私たちには無用かもしれないわ。ただ明日まで生き残り、警察に通報してその指示に従うだけ。犯人が誰かなんて警察が必ず暴き出してくれるのだから。どうしたんやエヴァ、まだ体調は悪いんとちゃうか。母さんどうしたの、大丈夫？ごめんなさい、まだ熱が高いみたいなの。大丈夫だから放っておいて。ええ、あの二人は私が殺した。これで黄金のことを知っているのは私たちだけ。他の兄弟たちには欠片一つだって譲りはしないの。なんてことを、あれだけの莫大な黄金なのよ。ローザたちに分け前をあげたって全く問題はなかったでしょうに。あるわよ、あれは後宮家の当主だけが引き継げる黄金なの。だからこそそれは全て丸ごと当主の栄誉そのものなの。それにわずかほどでも傷をつけることはこの私、新しき黄金の魔女メアトリーチェが絶対に許せないわ。あなたは魔女の碑文通りに殺人を続けるつもりなの？まさかあと5人も人殺しを続けるつもりなの？ねえ、その面倒な儀式を終えないと私の魔女としての力は完全なものにならないらしいの。ねえ私、この魔女の力は本当にすごいわ。私たちが妄想してきた全てが本当に実現できる、夢が夢でなくなる力なの。この力を知ってしまったらもう魔女はやめられない。儀式を完全に終えて私の力が完全なものになれば、きっとそれをあなたにも教えてあげられるわ。バカなことはやめて。魔女ごっこはもう十分でしょ。私たちは黄金を見つけたわ。そして次期当主の座だって約束されてるわ。ほんの少しの綱渡りは必要だろうけど、もうそれは絶対に叶う夢なのに、これ以上あなたは何を望むというの？私は魔女になりたかったわ。私そんな夢なんか知らないわよ。そうよ、その夢を持ち続けてるから私はこの年のままで生きながらえているの。あなたはその夢を大人になることで捨てたわ。いくら待てども時計を持ったウサギなど訪れないし、ハンプティ・ダンプティにも会えはしない。もちろんトランプの国に招かれたりも絶対にない。あなたはそう諦めてしまったから大人になったのよ。だからもう魔女になりたいなんて思わない。それが本当の自分の夢であったことも忘れてしまったの。とにかくやめて。私はもう二つの夢を手に入れている、黄金と当主の座。それでもう十分なの。だからお願い、あんたの夢なんて知ったことじゃない、おとなしくしてて。いやよ、魔法面白いもの。それにあなたの二つの夢は私の魔法のおかげで叶ったのよ。なのに私の夢は叶えてはいけないなんて不公平よ。あなたの魔法には感謝してるし、あなたこそが本当の魔女だと私は認めてるわ。だからもうおとなしく私の胸の中に帰って、そして二度と現れないで。いやー
私たちお互いに勘違いしてるわね。そうよ、私はもうあんたじゃないの。あんたは後ろ宮エヴァ、私は黄金の魔女ベアトリーチェ。だからあんたの胸の中に帰る義理はないの。さながらあなたという殻を脱皮して蝶になったような気分かしら。熱で意識が朦朧とする。私の魔力が未熟な分をあなたの精気で補ってるの。私が儀式を終えて完全な魔女になるまであなたに負担をかけるかもね。大丈夫、安心して。残る5人の生贄についてはあんたの家族は外してあげるわ。そうね、ルドルフ、キリエ、クラウス、ナッツヒ、あとは老いぼれの何丁なんかどう？ちょうどいいわ、この5人を殺すわね。あなただけに明かす殺害予告ってところかしら。大丈夫か？無理せんと休もう。大丈夫かね、南條先生。エヴァ、ありがとう。大丈夫よ南條先生、薬なら飲んでるの。こんな非常事態で申し訳ないけど、もう少しだけ休ませてもらうわ。母さん、僕も肩を貸すよ。ありがとう、お父さんが見ててくれるから平気よ。あなたは2階のいとこ部屋に戻って決して出てこないように。いいわね。外にはあの魔女が。もう喋るなや。みんなすまんな、わしはエヴァを部屋で看病しとる。何かあったら呼んでや。ここまでは順調であるが、ここからが難しいぞ。難しいとは？大抵の場合、儀式が進行するにつれ犠牲者が増えると、彼らは守りを固めるように、多くの場合、ひとところに固まって動かなくなるんだ。それは我らにとって非常に都合が悪い。それは私たち魔女が群れた人間に劣るということですか？魔女が人間に劣ることはない。ただ時代が変わり、人間が毒を持つようになったというべきか。現代人はあの子憎たらしいバトラがそうであるように基本的に魔法を否定する。つまり存在自体が反魔法的なのだ。その結果、彼らはいつの間にか体内に魔法を否定する毒素を有するようになった。つまり人間の数が多ければ多いほどその反魔法の毒素が強くなって、私たち魔女には不利だとおっしゃられるのですか？彼らの魔法を否定する心の力、すなわち対魔法抵抗力の合計値がそのまま魔法力の分母となるためだ。わかるか？そなたにはちと難しい。ご冗談、実に簡単にわかります。つまり魔法を信じない人間が多ければ多いほど、そしてその意志が強ければ強いほど魔法は効果を劇的に除散されるとおっしゃっておられるのですね。なるほど、そのような計算式ならば攻め方を考え直さなければなりません。